でね、指一本、クロス開く、クロス開く。振り分かんなかったんで、もう概念が。こちらダンス伝言ゲーム。さあ皆さんのお題だけで分かりますかね、何やるか。他はルール説明ね、どういう考えで。先にもうルール説明を申し上げます。はい、お題はジャニーズソングです。はいはい、はい、で1人目の人はそのお題でダンスを踊ります。はいはい、でそのダンスを2人目の人、ここ重要です、2人目の人はそれを見て、で3人目の人に言葉だけ伝えます。言葉はまずいでしょ。3人目はその言葉で踊ります、その4人目に対して。うわぁ、言葉を聞いて、言葉を聞いてどういう振り付けですか。踊って喋って踊って喋って、 それの繰り返しで6人目の人が何のジャニーズソングかを当てます。うわぁすげぇ、結構やっぱ難しいね。楽しそうじゃね。結構難しいと思います。だからダンスと言葉にできるが結構問われるかな。それはむずい。こんながいますかっていう話ですよ。その言葉をうまく国に使えるか。おー、森山さん。お、森山。そうだよ、そうだよね。オディ、ね、尾形。いや無理だろう、やっぱいつも振り付けしてるからね。いやまあ振り付けはしててもやっぱり振り付けありきじゃん。まあ、どうしても教えながらだったら分かりやすい。いやでもちょっと楽しみだわ。いやそうだよね、匠もやっぱり独特な言葉使う時あるから、僕はでもね言葉を巧みに操れる自信はないです。やっぱ高くないですね。はい、補足ですけど、まあ、時間は3分です。はい、一回やってみないと分かんない。そうなんだよね。一回じゃやってみる。一回やっちゃうか。順番はこのまま、一回これでいくか。一旦どうぞ。それではやっていきましょう。じゃあ行こう。まあ一発目、匠が結構重要なんで、はい、最初ね、しっかりみんなに分かりやすいように踊れたらなと。でもみんなが知ってると思うんで。そうですね、そこはこれ前に僕、友人かな。友人ね、友人、友人は大丈夫だよ。重要よ、マジ頼む。大丈夫、絶対言えます。こっから言葉だから、頑張ろう。頼む、大丈夫。絆が生まれます。絶対大丈夫。じゃあもう早速やっていきますか。じゃあ、それで皆さん、アイマスクとイヤホンを準備してください。はい、つけます。とっちゃん、うわー、皆さんちゃんとノイズキャンセリングにしてください。いきまーす。はい、お題お願いします。指くるくる、右で指くるくる、左で指くるくる、12時から3時通って、6時通って、9時。あ、分かった。うん、分かる。 OK OK。 はいはい、じゃあ行くよ。じゃあ踊るね。はい。え、マジ、どちゃくそ簡単じゃん。ダメ。はい、答えます。今回のお題は、はい、セクシーゾーンで、セクシーゾーン。それは簡単じゃねこれ。そうですね、まあ、最初だから。え、すげえ、家庭聞きたいよね。普通に、よっしゃ来たーってなって、普通に友人に伝えました。そうです。それで俺、右ぐるぐる、左ぐるぐる、頭の上で一周で、これやったっけ。それを選んだ理由はない。いや、これが一番印象的なやつ。サビの始まりだから、もうオリジナルの振り付けですからね。俺らもやってるしね。
そう、カウントダウンでやらせていただきますからね、バックで。さあ、いただきやった。大丈夫ですか。ありがとうございました。おー、ありがとうございます。それではいきます。よーい、スタート。おお。いきます。はい。おお、これです。はい、なるほど。そう、オッケーオッケー、いけるぞ。オッケー、いける、いける、いける。オッケー。両腕で、握り拳で、前に出して、でそしたら途中で人差し指に変えて前に出して、で途中でその後に回す、地球を回す。おお、あーす。普通に起こせねえのか。うわっ、うわっ、うわっ、後頭部パッパ後頭部パッパパッパ、下から前に、オリゴ体ね、後頭部パッパ、下から上、こうだ、後ろ前、絶対これじゃん。でも俺振りやればいいんだよ。そう結構簡単だな。俺振りやればいいんだよ。え、オッケー。何、お、いきます。いいですか、じゃあお願いします。勇気 100% 成功です。やばい。いや、これもパーフェクトだよ。これさ、ね、次いけるんじゃない？めっちゃ難しいやつでも。ね、俺いけそうじゃない？いやでもいけると思う。いけるよ。うん、いけるよ。2回戦終わって、まあ、めちゃくちゃ余裕だったじゃん。余裕だよ。このままじゃもう余裕でパーフェクトなんで、ちょっとルールを厳しくします。はい。聞いてる人は、動かないでください。はい。で、そして、次制限時間、1分です。おー、短っ。よーい、スタート。いっ、はい、来いよ。あー、はいはいはい、両腕です。はい、はい、両腕で指一本、クロス開く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 、右手を斜めにして、それを下で、両腕をババババババーン。あー、えよっ、そうそう、あ、おい、うん、次以上。それでは、クロさん、答えを最後どうぞ。何これ。いや、まあ、太陽の笑顔。残念。じゃあ、折山から。オッケー、折。じゃあ、折。2本で、後ろ前。俺もそう言った、そう言ったっす。じゃあどうだったら、そこだったら、え、だだだだだ、で、俺が言ったのは両腕で指一本で、開く閉じる、開く閉じる、右手で斜め刺してそのまま下行って、両腕でわしゃわわわわ。そっから全然わかんない。じゃあ、わかりますね、俺が正解。正解これ。あウィークエンダー。ウィークエンダーです。ジャンプです。
むずっ。いやでもちょっと分かんなかったっす。いやたけみ、いや俺かな。あ、じゃあ結構もう焦ってたよ。焦ってたよ。これ確かにハニービートこれだから1分ってのが短い。1分ちょっと短すぎた。だがしかし1分で成功させたくないか。いやもういけるのか。やろうよ。さあ第4回戦やっていきたいと思います。よいしょ。条件はさっきと同じで1分でやっていきたいと思います、はいはい、なるほど。よーいスタート。右手をグーで縦上から下にグー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 で2回下ろす。はい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 、20秒経った。右拳で、上にやって、上に動かない上に、動かして、頑張れ。足はクロスクロスクロス動かない。よし、オッケーオッケー。ロッキン、スマートロッキン。よし、いけいけいけ。40秒経った。40秒。みんなはこれで、うん、それでしかないね。よし、よし。自分の思った通りに言うしかない。タイムを。いや、で、ちょ、おーい、違うだろ。なんで最後の笑顔のサマステバージョンかと思った。トリッキーだな。トリッキーすぎやろ。トリッキーすぎだな。面白くしたのかな。いや、俺も分かってるんです。じゃあ、どうする。でも俺は、拳、上、足黒ずつで、サラダロッキー。やるの全然違えだろ。俺の説明悪かったのか。俺の説明なんて言ったの。ちょっと高いミスだな。じゃあ握り拳でなんか 上にやって。あーあー、そういうことか。今分かった。ごめんなさい。前もうできないですか。あと1回。バイス近い。待って、近い。俺いい。俺多分言うのめっちゃ得意。あーなるほど。俺その説明するのめっちゃ得意。あーそうそうそう。俺多分答え言えないかもしれない。曲名知らない。俺答えめっちゃ知ってるわ。あ、じゃあユージに一番最初でいいんだ。そうだね、ユージの踊り。ユージが最初大事だ。俺もよく伝える。あ、僕も。さあ、第5回戦。はい、これが時間的にラスト勝負でございます。よいしょ。ラストはさすがに決めたいということで。確かに。はい、順番はね、俺がちょっとガチガチに。そうですね、今回はガチガチガチです。ガチガチのガチ。それじゃあ、いきますか、はい、ラストチャンスです。はい、お題、お願いします。終わったし。これだよ。俺が一番怖がってたやつだよ。15秒経過。胸前ラブ。これ前ラブ。はい、マジでふざけんなよ。30秒経過。両手で指ハート、胸突き刺して指ハート。以上です。行ってください。長くね。指ハート、指ハート、あと10秒。やばい、急げ急げ。終了でーす。じゃあ、かけ。はい。ウクラブ。さあ、どうでしたか、アクちゃん。
友人がどこにいてもやったらずっていう。これもダルマルない。やったらずはちょっとあれ。これもダルマルない。ウムラブ見たことない。いや、いやあるっすよ、あるっすよ。ちょっとどうしてるじゃんって。バターのファインプレー。いや、そうだよ。やばい。何話やっぱ好きだから、めっちゃ。確かに。あー、マジか。めちゃくちゃ大好きだから。デビハートがあったらよかった。よかった、ハートしてる。